はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は名教高校サクチャレが開催決定しましたので、ちょっとね、デッキを組んでみてお試しで、サクセスをやっていきたいと思います。で、その前にちょっとボーナス関係を確認していきたいので、この画面から始まっているんですけれども、デッキがね結構悩まされるんで、ちょっと見ていこうという感じになっています。イベントデッキボーナスとして、まずはイベントデッキにセットされている同種の得意練習の人数ということで、まずは3人入れましょうと。で、3人入れると 30% で、デッキは6人まで入りますので、3人が2種類ありますと、さらに 30% がついて 60% になると。で、もういきなりこれが厄介なんですよ。それはあの特攻ボーナスのキャラとの兼ね合いがあって、ちょっと後で見ていくんですけれども、まずはこういうのがありますと。で、あとは女の子セットしましょうということで、4人以上セットすると 40% で、あと上限解放イベキャラをセットすると、プラスパーセンテージがつきますと。これはね、ちょいちょいあるやつなんで、いつもの感じなんですけれども、じゃあちょっとそれを踏まえて特攻イベキャラを見ていきましょうと。パーセンテージのね多い3から確認していきます。で、特攻イベキャラさんが、一番上の高木幸子さんから始まって、最近出た挑戦者大谷くんまでですね。で、同じ、練習3人で2種類っていうのを考えると、まず彼女キャラっていうのは、とりあえず選択肢から外して、ユニフォームキバとユニフォームしぐれちゃんは外します。で、あと野手がいいのかな投手がいいのかなっていうのを見てみると、もうこれ野手ですよね。投手で考えたとき、二刀流キャラがねちょいちょい入ってるんで、まず高木幸子さんスタミナでしょ。で、二刀流のルナちゃんは変化球でしょ。で、あとボンダ夏之助はコントロールでしょ。で、下まで行って挑戦者大谷は球速でしょっていうのを考えると、ちょっとばらけすぎてるんですよ。なので、ちょっと今回は、野手で考えていきます。で、野手で考えた時には幸子さん筋力、ルナちゃん筋力、チカちゃんか、チカちゃん筋力、挑戦者大谷筋力なので、まず筋力は揃えられると。で、筋力は揃えて、できればね、女の子を入れるんだったら、幸子さん、ルナさん、チカちゃんとかっていうのもありかもしれないんですけど、俺幸子さん持ってないんで、ちょっとルナちゃん、チカちゃん、挑戦者大谷で筋力を揃えようと思ってます。で、もう1種類の得意練習を見たときに、ちょっと暁すっすが2種類持ってるんで、こいつを起点にして考えると、まず打撃と。打撃を見たときに、暁すっすでしょ。で、箱崎がいるでしょ。で、特攻さんには他にいないんですよ。で、あと暁すっすの、守備の方を見てみると、暁すっすと、りょうちんが守備で、他には守備いないんで、仮に特攻イベキャラさんを全員揃えられたとしても、得意練習3人 ×2 種類っていうのは、これ特攻イベキャラ3だけだと実現不可能なんですね。じゃあそれを特攻イベキャラ2に、目を向けてみると、なんていうの、特攻イベキャラ2っていうのがさ、結構微妙じゃないですか。考えられるのは、水着のひじりちゃんを入れて、これで3人にする、要は守備側をスッスとりょうちんと、水着ひじりちゃんでいければいいんですけれども、ちょっと俺それできないんですよ。そもそも暁すっすとひじりちゃん両方持ってないんで、今のところ暁すっすをお借りして、やっていこうと考えてますので、これを、できないと。じゃあさらに特攻イベキャラ2を入れられないとすると、特攻イベキャラ1まで落とすかっていうところなんですよね。で、そうするとちょっと打撃で考えてて、暁すっすをお借りして、箱崎を持ってるので箱崎入れますと。で、もう一体を、サンバ新島ちゃんかねっていうのを考えてるんですけど、サンバ新島ちゃんも箱崎も全然解放してないんですよ。だったら特攻イベキャラ3で揃えて、浴衣3人組ですね。浴衣3人組は、ちょっと前の動画でも出したので、全員45なんですよ。で、そうすると解放ボーナスがつくので、今のところは、上からいくとルナちゃん、暁すっす借りて、ハッチ、チカちゃん、りょうちん、挑戦者大谷で行こうと、思ってます。あとはね、例によってその、
またサクチャル用のガチャが来ると思うので、まあ、それと、まあ、何はともあれっていう使い方か分かんないけど報酬ですよ、報酬。まだここではね、その報酬が誰かっていうのは出てないんで、また例によってね、こう思わせぶりな感じで言ってるんですけれども、この報酬内容ここですね。今回は報酬にスペシャルなイベキャラが登場、まあ、どんなイベキャラかはこうご期待と、まあ煽ってはいるんですけれども、いざ出てみたら箱を開けてみたら大したことなかったっていうのも全然ありえるので、まずはねこの報酬内容が確認して、もう絶対こいつやべえキャラだと絶対取りたいキャラだってなった時には、まあ、あとはそのサクチャレ用の、まあ、ガチャとか、まあ、見て、また特攻キャラを考えていきたいと思うんですけれども、今のところ現時点では、まあ、さっきのね、特攻イベキャラ3でちょっと固めて、まあ、やっていきたいと思いますので、まあ、前置きがねだいぶ長くなっちゃいましたけど、ちょっとサクセスの方、やっていきましょう。はい、じゃあサクセスの方やっていきましょう。まあ、一応先ほどお伝えしたイベントデッキ確認していきますと、まずは、浴衣3人娘、これはもう全員プラゴになってます。であとルナちゃんはね、PSR を持ってるので PSR40 度で、スッスをお借りするので PSR プラゴのね、スッスをお借りしてます。でこれフレンド枠で、まあ、別にちょっと誰とは言わないんですけどできればちょっとこのままにしておいてもらえると俺としてはすげえ助かりますお願いしますということで、であと挑戦者大谷はね一応解放できるんですけども、1とか、まあ、今回は普通の35で進めていきますと。じゃあこれでちょっとね、まあ、どんな感じになるのか、あそうそうそう、あとここの、最大の問題点は前後です。前イベが5人、これ全員前後なんで、あのチカちゃん以外全員前イベで、後イベチカちゃんの1人ということなので、経験点的にスッスのね、金徳は切ろうと思ってます。あのコンボがねこの3人結構あるので、まあ、コンボでね稼いでいきたいっていうのもありますので、そのコンボが前イベなのか後イベなのかっていうのはちょっと全部把握してないんですけれども、まあ、スッスのねイベントはねちょっと経験点減ったりするところもあるので、まあ、そんなに、経験点という面を考えると、切っちゃってもいいかなと思います。まあ、金徳とかはねもう関係ないんで、サクチャレに関してはここが3人いるね。だから一応クリスマスはね誰かが告白してきてくれれば3人娘のうち、おあとねここだよね、聖堂今回はいいな。で井戸端が怒っても彼女キャラがいるわけではないので、純粋なマネージャーキャラ、まあ戻せるとは思うんですよね、練習していけば。でここはまずはチームメイト評価上がるやつが来たらチームメイト評価のものにして、皆さんのチームメイトを上げていきましょう。チームメイト評価、あーここいいね、監督もいて、大谷くんとスッス、よしここ、まあもちろんハーモニーボーナスももらえますと。いいやつとかね最初から持ってたらかなり強いよね。コツか、一応コツも見ていくか。ハッチね、体力がなちょっと減ってきてるんだよね。メンタル1個埋まるし、大谷君評価上がるからちょっとメンタルにしよう。自己紹介でね体力を回復してくれるイベントがないので、一応揃ってる。あここはいいね、ここにしよう。ちょっと守備を見るまでもなく、ん待って、スッス11、りょうちんってなんで10しか上がんないの。ルナちゃん11上がってるよね、謎だな。選手兼彼女キャラのこの3人って何、練習した時の評価がそんな上がんないの。メンタルで1個か、ここはもうちょっと2桁になっちゃってるんで、怪我率がなるべく寝たくはないんですよね。そうだからデートも基本的には本当にやることがないとき、これとして止めよう。まあそれだけデートします。まあ金徳はいらないんで、だ精神を見たときに、うわ全然こういう風にね音符が揃わない、でも体力がないってなったときに、まあじゃあデートするかという感じなので、
まあ、ここはこの真ん中でいきましょう。真ん中っていうか走塁ね。あーやっぱそうだね、矢部くんの評価11上がって、ちかちゃんが10で、まあ、大越くん11とか、ルナちゃん11だもんね。いや全然気にしてなかったけど、そうだったんだ。そんな頻繁に別に使わないからね。ここやりてえ。 20% か。いや無理だな、まあ、4であと3ターンあるから無理することもないね。でこれは何がいいんだ、勝負しとこう。精神が45か。2回目以降はね、あの回復ができるんで、まあ、回復を狙っていくんですけど、どうしようか。悪くないね、まあ、みんな評価は乗ったけど、監督評価ねちょっと気にしないといけないんで、ちょっとやっておきましょう、まあ、ついでに回復もできるんで。粘り打ちで、もう9回の頭脳これいらない。催眠術かけてさよなら。もうムード×とか別についてもいいよ、消しゃいいだけだから。さてさてどっちにしようか。練習効果がいっぱいアップするのか SG か。音色的な話だよね。ちょっと待って、 こっちも見たい緑緑ないから、じゃあこっちにしよう。精神以外は発動したと。タッグが組めるか。チカちゃんとハッチがただ乗ってないのか。告白的な話があるからな、まあ、経験点はねそんなにクリスマスは期待できないんだけど、回復がねできるからね、回復するよね全員。まあ、ルナちゃんも進めていきましょう。ちなみにルナちゃんって最後でまた選択肢出るじゃないですか。あれどっちの方が経験っていいんだろう、まあ、ちょっとそういうとこ調べてから本来ねやった方がいいと思うんだけど、調べてないっていう。スッスーやっぱいいね、これすごくない、普通に11 11 41。タックじゃないんだよ、タックじゃないだけないんだけど、これだけの経験点もらえるってやっぱすごいけど、どうしよっか。メンタルで次に備えるっていうのもあれなんだよね、結局1個しか音符が揃わないんで。ただコツはあるっていうね。いやちょっとこっちにしよう。スカウトさん評価も上げつつ、スカウトさんのイベントが来れば10はもらえるからね、もうそういうところも気にしつつでね。ここはね体力を減らしたくないんですよ。というわけで掃除します。下の2つは体力減っちゃうんで、あこれメンタルでいけるね。よしメンタルにしよう。体力が減ってればかなでちゃんでよかったけど、どうしようか、矢部くんとかにしとこう。矢部くんはなんか全然経験点くんないな。ルナちゃん監督メンタルは1個か。ちょっとこっちでいいや。ルナちゃんってコツなんだっけ、ブードとか潰すべきだったね。アシラスガールでこれももうダメだと。スッスとかもうイベントで評価下がりまくってるのは別にいいんだけどさ。あこれこっち、割と監督と練習はできてね、もう気にする必要ないと思う。これはね挑戦しようで体力が回復するはず。よし経験点も悪くないと。あーメンタルいいね、ちょっとコツ見ます。誰もいない、誰もいないっていうか何にも揃わない。これの評価までは溜まってないのかな、まだもう11月終わりそうだけど、これも普通に行きましょう。どっちにしようかな。止めよう。やる気が下がるんだ。で筋力、おルナちゃんダブルタックだね一応。こっちにするか。よしラッキーセブン、パフル13。やる気が普通まで落ち込んだな。で譜面コンプリートしてるんで、そうだねちょっとイベント発生率上げますか。一応全部出たな。
揃わないけど、ここはまあ体力満タンだし1回練習するか。筋力でいこう。筋力はね、まあ、最高トリプルタックが発動する可能性があるんで練習レベルを上げておこうと思ったけど、それ練習レベルとかもあれだよね、楽譜で決まるんだ。かけなかったわ、メンタルが良かった。スッスがいるんで、まあ、ちょっとでも経験点もらっていきましょう。スカボさんもいるし、野球の結果一応体力に余裕はある。まあこれはここだね。てかさ、普通にすげえな、やっぱ練習効果アップ30ってすごいんだね。アベレージヒッター、アベレージヒッターとか、まあ、3で潰せるやつは潰しておこう。でこれどうなの、そのあ、まだ2回目か。切った方がいいのか切らない方がいいのかっていうのがちょっと思ったんだけど、揃えられるけど 13% か。次がクリスマスなんだよね。一応回復が期待できるんだけど、まあ、今回お守りを持ってくる必要はないんで、まあ、例によってねカロリーバーを持ち込んでるんですけど、カロリーバーを食ってまでやるかどうか。 13% だからね。よし、ここ強行しよう。 OK。 あとはね、そのどんくらい回復するのかっていうのがあるけど、前回に保っておきたいから。げ、こんな回復すんの。知らなかった。もうちょっとクリスマスの回復量が分かんねえわこれだと。げ、体力最大値上がるんだ。筋力ポイントは90だけ。ちょっといくつ回復っていうか本当分かんなかったね。まあコツもありつつ、ここで、ちなみにね、初回のデートはね、チカちゃんはね、めっちゃ回復してくれるんで、体力が本当なくなったときは、まあ、チカちゃんのデート。でね、りょーちんはね、初回デート結構しょぼいんだよね。で、ちなみにハッチは分かんない。把握してない。ここで揃えられなかった。じゃあ、ちょっとメンタルで。ここは、どうしようかな。あ、残り2ターンか。もう無理だな。ちょっとこっちにしよう。次、奇跡の1回っていうのが必要だから。暁大付属、暁大付属って確か試合経験点ついてたよね。あと譜面なんだけど、よくよく考えればあれだ、北節ばっかだな。ここ惜しかったけど、まあ惜しかったけど、ちょっと譜面もらっときますか。じゃあ北節、ここは回復しておくか。無理はさせない。領地の告白、流れに乗ると。あ、回復してくれる。ローボールヒッター。ルナちゃんハイボールヒッター持ってたよね確か。勝ち合うな。ちょっと北節にしよう。イベント経験点よし。でチカちゃん、ここでまた北節くれるか。大谷はさっきもらったからね。そうか、これ発動してれば、常に発動してればデートした時も経験点増えんのか。アンドロメダ野球マン、まあ、発動しないっていうことも考えられるけどね。黄色を残すか緑を残すかって言われたら、黄色はね埋めておきたいよね。ここなんか毎回チカちゃんが出てくんで、ね、体力は回復してくれる。で筋力をちょっとくれる。少し能力を上げていきます。まあ、能力を上げるときは、まあ試合でね打てるように、ちょっとミートとパワーはまあ BB まで持っていって、あとはコツを潰す経験点に使っていきますか。ちょっとみんなのコツそこまで把握してない。まずアベレージヒッター、あと何がある。ムードは潰しておこう。ハイボールヒッターとローボールヒッターはこう潰し合えないからね。わかんない、コツが来たとき考えよう。ここはじゃあこれ、スッスもいるし、メンタル
お、大谷くん、これね、経験点高いんだよね。オッケーオッケーオッケー。あ、これいいね。一応メンタル見てみると、まあ大したことないからこっちにしよう。やっぱりね、ハーモニーボーナスのね、経験点っていうのが高いんで、でこれもどうしようか。まあ、例によって評価下げてもいいんだけど、トータル的な経験点ってどっちがいいんだろうな。ここ、うーん、まあ悪くない。まあ、筋力3人入れてる関係でね、パワーは大丈夫だと思うんですよ。で、残り3ターン、メンタルがね、何にもない。メンタルが何にもない。なんとなく揃えていきた気がするな。スッスか。だからカロリーバーどうしようかなっていう感じなんですよね。残り3ターンで、ちょっとな。楽譜読んだからね、今。今カロリーバー食うか、1個。残しておくのももったいないからね。残っちゃうんだよね、そのあんまり食わないと。もう3月なんで、ちょっとどこ埋めようかな。これだな。黄色はね、どうしてもモブキャラから取らないといけないんで、これどっちがいいの、ちなみに。経験点的にはメンタルにしとこう。でメンタル、まあ大丈夫っしょ。で次緑が揃うはずなんで、さすがに緑がないっていうことはないと思うんで、付き合おう。回復してくれた、ありがたい。でメンタルをやる必要ないので、まあ、ここはハッチもらっときますか。ハッチって何持ってんの。今で3800かよくわかんない。粘りと内野安打、あ、これも潰しちゃおう。粘りと内野安打、粘りって手に入れたよね。まず内野安打取って、粘りと OK。 ハッチは潰しやすいね。またちょっと技術が足りてないけど、一発逆転、北摂、まあ、北摂自体はね、経験点まんべんなくくれるから、これ何がいいの、受けない、体力あるから、よし。イベント経験点アップするの悪くないね。またやろう、また北摂2の北摂か3の北摂か、もうヒートアップとかも別にいいからな。よし、こっちの北摂にしよう。3の北摂、よし、全部発動した。で揃う。ここは大谷くんだけ。ちょっと精神が溢れてきたね。チャンス潰そう。あとは何が理解性とか、もういいや。コツ取ったやつはもう取っちゃおうか。送球もいいや、よくわかんない。盗塁はちょっとさすがに無理だ。送球ちょっとあれだな、技術がないや。ローボールヒッターね。いぶしも持ってる人はいないよね、別に。一発逆転、まあ筋力余ってるし、こんなもんでいいや。ほい、はい、楽譜レベル3はね、経験点が高いっすよね。その代わり揃えるのが結構難しいんだけど、ここもまあ揃える方向でいくか。3個黄色を埋めていきたい。緑紫の方が確率的には来るんで、よし、これもメンタルだな。ちょっとメンタルで回復しつつ揃えると、お、3人、これどうする、どうでもいいや。競争心、おお、切磋琢磨、無駄に掴んだな。これどっちがいいの。ま、上だと金得ですけど、なんか本業に専念するとめちゃくちゃ経験点くれるって言うんだったら、ちょっとこっちにしたいよね。これちょっとスクショ取っとこう。今回はちょっとやったことないので、本業に専念するにしてみます。ちょっとオート送りは一回解除して、36、30、ちょっとこれイベント経験点増えてるんで、あんま参考にならないかもしれないですけど、一応イベント経験点って 1.3 倍なんで、36、36、36の3種類ね、という感じです。
メンタルが結構揃ってるのでここはメンタルでいきますと。あ、遅っオートオークリしてないとこんな遅いんだ。で、これは体力があるので背負っていきましょう。おお、いいね。88はでかい。で、ここは揃えるのを優先して、残り2ターン。体力はただちょっと減ってるんだよね。ゲッ削られた。そうそうそう、これよく忘れるんだよな。また北斎作れた。きたー。まあでも、まあでも、あ、3ターンあるわ。あ、これも絶対揃えられんな。ここはやっておく。で、次体力減ってデートして、黄色だけどまあ誰かはいるでしょう。というわけでスッス、キャッチャーはね取れないよね。広角打法か、まあ重いけど取っておこう。あとちょっと補給でも上げておきますか。まあ、なんとなく経験点使うために。技術使わないやつ上げていけばよかったか。はい、こんな感じ。パワーが余ってんな、やっぱり。で、こう怪我はゼロなんで、よし、行きましょう。キャッチャー、次スッスのコツが来たらキャッチャー潰しますか。サブポジキャッチャー取って、で、ここはお任せしましょう。ほい、まあ、迷宮はねちょっと勝ってもそんなにすげえ恩恵があるわけじゃないんで。で、まあ、揃えられるといえば揃えられる。けメンタルで揃えられるな。どうしよっかな。ただね、次っていうのを考えるとデートしてチカちゃんがね相当回復してくれるんですよ、空デートじゃなければ。でね、経験点もね悪くないの。ほら、67回復して筋力88くれるんだよ。これ美味しいよね。で、紫藤さん、これ技術くれるんだよ。精神だっけ、紫藤さんって。あ、精神だ、間違えた。異能だっけ。どうする、これやる。あれ、グキってなると減るんだっけ。能力がね下がること自体は別に問題じゃないんですけど、経験点が減るとなやろう。はい、ちょっと怖えな。どんだけ痛ぇ。あー、大丈夫大丈夫、問題ない問題。怪我しにくさはちょっとさすがに、あの 1% になっちゃう、 2% か、 2% になっちゃうんで、それは怖いから、怪我しにくさはちょっと抑えておこう。どこにある、怪我しにくさって。別に赤くなってるわけじゃないよね。そうそうそう、なんだよね。ちゅうちゅ、元に戻して、あと減っちゃったから、まあ、こんな感じ。さて、じゃあ揃えますか。ここは肩でいいか。ルナちゃんのコツ、アベレージヒッターと、こう高めと、なんだっけ、あと打球伸びか、無理だ、打球伸びはちょっと取れないわ。いいや、潰さない。じゃあヒートアップ、一応ヒートアップ取れたな。で、打球伸びとプロテイン、これ何がいいの、飲まない。みんなの評価どうだ、そういえば。ちょっとわかんねえ。で、もう6月に差し掛かるところか。イベントってもう大体発動した、いや、まだ浴衣系がちょいちょい発動してないと思うんだよね。どうしよっか。北雪、北雪両方2だね。ちょ、北雪でいこう。北雪のイベント経験点アップ結構いいぞ。終わった一応揃えておいて、次変えよう。もう一個の特設にしよう。これやっぱね割と発動しないんだよね。あー、この27の54をさ、イベント経験点アップやっときたかったのに。こっちに変えます来てない何なのこれ。
一応揃ってるからこれでいきますか。だこういうのも全部これどうする、罠あげで適当、体力回復とか、おおいいね、アウトコースか、揃えていくか。じゃあ今のところ1回1回で揃ってるからね。でここはあと1個、あーメンタル悪くないね、メンタルにしよう。黄色でも1個だったら揃うでしょう。ここは早そうだな。あーここでメンタルがないか、ということはルナちゃんオンリー、あーここだな、スカートさん評価上げていくか。追加が発生すればさらにプラス10、よし残り4ターン余裕だね。デートやっておく、まず割と揃えておくか、これだな。じゃあで試合か、対して能力を上げてない5番でもサクッといきましょう。サクッとパワーヒッターって取ったっけ、ちょっと待って、これ永遠にしておこう、せめて、あいやもう弾道上げよう。ちょっと早急に、おお来た、飲もう早急に揃えて試合経験点ボーナスがあるやつに切り替えよう。ここで揃ったよね、ま、今回はね選手キャラが6人いるからね。あこれもやっとこう、評価があるかな、評価がね、今皆さんの評価どうなの、ちょっといや甲子園に行ったら考えよう。というわけで暁大付属コツ技術もアップするのか、じゃあこれだな、スッス、ありがたい。まあアイコンタクトは別にいらないんで、お揃うね。チカちゃんはもう大丈夫か、あもう基本、あハッチがダメだけど、まあ大丈夫でしょう。普通にね練習で1上がるんで、チームメイト評価は肩なんとなくいいにしておくか。いや適当に、理由はないんだけど外野だからね。そうパワープロアプリの方の、ね、チャンピオンシップのサクセスあるじゃないですか、あれって試合勝手に進んでいくん でしかも絶対甲子園決勝までは行けるようになってるんで、まあ、そのシステムも結構いいと思うんですよね。かなり公平になるんで、サクチャレでねすげえうまくいってる時にもうなんか初戦の方で負けるとかなりショックなんでね。これどうする、音符揃えていく、そうだね音符揃えていくか。次はカロリーバーでも食うか、まだ1個残ってるからね。デートって経験点どうなの、経験点が上がってるわけじゃないからな。いやカロリーバーちょっと食うか、メンタルにいいのがあればメンタルやって、揃えられるは揃えられるけどこれだけだから、ちょっとカロリーバー食おう。もう甲子園来てるんで残しておいてもしょうがない。おスッスが絡んでるからか、筋力ポイントだいぶもらえたね。で次はさすがに精神やんないとまずいか、精神やってなんか揃ってくれれば嬉しい。大谷くんも入れてるから試合経験点ボーナスあるんだね。さらにでここをメンタル1個全然揃わない、
緑ってそんなにいっぱいいなかったもんね、そういえば。ブンブか、あんまり好きじゃないんだよね。やっぱ大して打てなかったな。ホームラン2本は打てなかったっすかね。俺もうほんとブンブ嫌いなんだよね、ピッチャーが。一応まあタックは来てて、精神マジで溢れるからエピローグとかで消耗していこう。ちょっと待って、パワー下げて、でなんとなく肩が上げられねえ。よしこれでいいか。守備に、守備って今どうなってんだ。これ変えてもいいんじゃないか、最後揃えられるのに。でかつなんか守備の練習効果アップがある。パワフル高校でも1か。得意練習筋力、得意練習、得意練習じゃなくて得意練習練習効果、練習効果これにしよう。赤緑紫、赤緑紫あるね、これでしょ。発動してくれ。おし、練習効果アップで揃えられて、まあ、こういうところも狙っていこう。経験点的にどうなってんだよくわかんないけど。うん、もうこれはしょうがない、経験点にならなかったけど。まあ、最後サクッといきましょう。あとはまあどこまで伸びてるかだね。やっぱね、浴衣の経験点が高いよね。一応全員45なんで。これを思うとね、その浴衣 PSR 確定があったじゃないですか。俺あれスルーしたんですけど、いらねえとか言って取っとけばよかったなってちょっと思ってる。通常バージョンから解放できるからね、まあそういう時に引いておくべきだったんだ、ケチらず。まあ、ここでね、それなりにやっぱりもらえるんで、大谷君もくれんのか、そういえば。あ、で、ルナちゃんもくれんのか。あ、いいな、これ。最後にもう一伸びできるんだね。いや、俺もうこれだな、多分デッキは。あ、9000は超えるか。じゃあ、1万目指してっていうところだね。でも、今回、デッキとしては良かったからね。こっからさらに伸ばせるかって言われたらちょっと厳しいところはあるんで、この画面に行かずに経験点の画面で語ってた方が良かったね、サクチャレだから。まあいいか。まあそんなわけで、まあ悪くない、そう悪くない。あとあれか、最後にイベント経験点ボーナスが発動してくれなかったんで、あそこも発動して、まあ多分このデッキ気だとすげえうまくいって1万いくかいかないかっていう感じだと思うので、あと浴衣ひじりちゃんがもし仮に手に入ったらそっちも試してみたいんだけど、まあ、それか暁すっすが手に入っても一応浴衣ひじりちゃんを借りればっていうところにはなるんだけど、でも浴衣ひじりちゃんをさ助っ人にしてる人なんていないよね、そうそう。まあ、それを考えるとやっぱ暁すっすのね PSR プラグをねお借りした方がトータル的な経験点は伸びると思うので、まあこれかな。ここって見れんだっけ。あー、もう見れないわデッキが。俺はもうちょっとこれでいこうと思ってます。まあ今回ねなかなか特攻さんでね、要はなんだっけ、得意練習の 60% までね持ってけないんで、まあ、特攻に特攻1を組み込むかどうかっていうところが悩ましいと思うんですけれども、まあ、自分はそれちょっと捨てて特攻3で揃えて、
経験点を伸ばすという方向で、やっていきたいと思いますので、もしね、もちろん全員の希望は叶えられないんですけど、今俺は暁守を PSR プラゴで助っ人にしてるんですけど、なんかこれ持ってますかみたいなの、コメントしてくだされば適当に書いとくかもしれないです。一応暁守もね特攻2なんで、ただね今回投手でやる人はね少ないと思うんですよ。だから、まあ、別のキャラにしてもいいかなと今は思ってるんで、イベント中はね自分もなんか皆さんに貢献したいとは思ってますので、まあ、もしなんかこれ持ってますかみたいなキャラで、イベント用にね、助っ人を設定できるものがあれば、まあ、ちょっと、していきたいと思いますので、まあ、その時はコメントください。もちろんちょっと全員分はさすがに叶えられないのでじゃあこれでっていうのは勝手にこっちで決めますんで、まあそんな感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。今回3連休なんでね、イベントの始まりが、火曜日で、多分ガチャの更新もそこになると思いますので、まあちょっと土日は、土日じゃなくて日曜と月曜は、まあ思想をもうちょっと詰めてみるかっていうところにはなりますけど、まあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。